私は今佐賀県唐津市浜玉町にございますマリンセンターお魚村さんに来ております。こちら毎週日曜日にですね、マグロの解体ショーをやっているということで、それを見に参りました。でもう一つ、それをいただく場所があるのですが、それは後ほど紹介しようと思います。場所のご紹介です。お魚村は国道202号線唐津バイパス沿いにあり、佐賀だけでなく福岡からのアクセスも良好。お店入ってすぐ右側、まずは農産物のコーナーがございます。こちらは柑橘類ですね。さまざまなみかんがご用意されております。佐賀のお米、いろんな品種があるんですね。こちらには地元の銘菓が勢ぞろい。そして見つけましたよ、佐賀のお酒そしてこちらはメインのお魚コーナーです。地元で採れた新鮮なお魚や貝類が並んでおります。こちらも見ててワクワクします。鮮魚だけではなくお魚の加工品もいっぱいありました。こちらオリジナルの干物もご用意しております。この辺はお酒にもご飯にもぴったりですね。まるで水族館のようなこの生けす、子供たちも大はしゃぎで見てました。気持ちよさそうに泳ぐ魚を見て、思わず私もすーいすいっと。浅瀬のような作りの生けすには可愛い魚たちが泳いでます。種類豊富なお刺身コーナー、一番右側にはマグロです。始まりました、マグロの解体ショー。こちらのマグロ、長崎県の高島で獲れた養殖の本マグロです。まず最初に尻尾を落とします。これだけでも一苦労ですね。こちらの解体ショーでは限定商品が3点ございます。後ほどご説明いたします。さあ、まずは、ね、下顎包丁が今、ね、入りました。はい、今頭ね、はい、今切り離されました、はい、今から販売いたします。さあ、マグロの頭、さあ、今日1個限定商品の1つ目、マグロの頭。はい、今包丁が入ります。一番いいところ、ね、マグロで一番いいところです。限定商品の2つ目はマグロの釜です。油がとっても乗っていますね。出ました今、ね、油めっちゃあります。これ白いところの油です。これめっちゃいいでしょ。これ後から公開しますよ。これ僕お手伝いでございます。さあ、こちらね、もう本当一番メインのところありますけどね、こちら今包丁が入っているところ、こちらまだまだお刺身が取れます。はい、はい、乗っかりました。これね、はい、これがカマトロですね。カマトロ、はい、こちらお刺身を、お煮付けをね、接続します。さあ、ここから、3つ目の限定商品、3つ目の限定商品、それは中落ちです。骨を下にしてね、調理をしていきます。さあ、マグロはね、体こちら、いい音がしますよ。はい、はい、中落ち、こちら、マグロが一番運動している骨の部分になります。はい、まだまだ出てきますよ。いいですね、販売となります。はい、さあ、ここからね、今お作りとね、いい寿司が今並んでいます。
59.3。じゃあまず赤身からいきます。はい、これがどれでも1000円。皆様、解体ショーいかがでしたでしょうか。その次2つ目ですね、こちら親木場でございます。親木場はお魚村で買った商品を焼いて食べることのできる施設として昨年末にオープン。早速私もいろいろ買って食べてみることにしました。こちらいろは島の牡蠣ですね。ではこのガンガン焼きと呼ばれるもの、この蓋開けて焼いていこうと思います。蓋をして、はい、牡蠣焼き上がったようです。はい、開けてみましょう。オープン。うわー、これいい塩の香りが一斉に漂いますね。これはですね、原稿みかん、先ほどお店で売っていたんですが、これが牡蠣に相性抜群ということで、これも買ってきました。ちょっと絞って、ほら、いただきます。うわ、濃厚な塩の香りが口の中に広がりますね。後味をキュッと引き締めてくれますね。香ばしく焼き上がってきてますね。では早速いただきたいと思います。お、味噌がいっぱい詰まってますね。これ、じゃあこちらいただきます。香ばしいです。まずその後に味噌の旨味が広がりますね。これはポン酢かな。いただきます。うまみが詰まってさっきのエビとこれ食べるとですね、どうしても難点が1個だけあるんですよ。ビールが飲みたい。いないいない。ああ、美味しくなれと魔法をかけて、ここで火をつけ、6分スタート。いないいない。バーいるよ。ついつい楽しくなっていろいろなことをしてしまいました。今回は魚介類を中心にいただきました。ただ、お魚村には焼いて食べる魚介以外にもお刺身や農産物と様々あります。100人いれば100通り、いや、それ以上の楽しみ方があるなと思いました。はい、本日は2つご紹介をしました。マグロの解体ショーと親木場でございます。皆様、毎週日曜日やっている、解体ショー、ぜひ見に来られて楽しまれてはいかがでしょうか。それではこの動画はこちらで、終了いたします。どうもありがとうございました。さようなら。